売されたロシア映画「シュートを決めろ」は初日から10日間で850万ドルというロシア映画史上最高の興行収入を上げました。1972年のオリンピックでソビエトバスケットチームが対アメリカ戦で勝利した実話を描いたこの映画は中国で空前の大ヒットとなりました。